改めましておはようございます。速稼塾の久保です。昨日はねびっくりしましたね。深夜新潟そして山形県の方で秋田県の方もそうですけども大きな地震とあと津波の警報が出てまいりました。私もすぐにですね、経過を要するメールとかそれからフェイスブックの投稿をしたんですけども、まあ、幸いというか何と言いますかちょっと言葉を選ばないといけないんですけども私の方にはですね速稼塾の塾生さんから安否確認の連絡が来て多少揺れたけども何でもありませんよって方はね、結構いらっしゃって今朝までその連絡があったんで、まあ、分かるところは分かっていったかなと思いますけども、まあ、一部まだね、連絡をいただけてないちょっと顔とお名前が一致する方が何人かいらっしゃるんで引き続き、まあ、ちょっと心配だなと思っているところでございます。まあ、今朝になってね解除される警戒っていうのは多少あったりとかしてまだ詳しいことは私も捉えられていないんですけどもまた新しい情報ありましたらね皆さんと一緒にシェアしていただきたい、いきたいと思います。そしてものすごく重要なことなんですけども私たちは災害に対する準備を未だにしてないんではないかなってことをね一人一人振り返ってみる必要があると思います。私の放送の中でも申し上げましたけども阪神淡路大震災とかねそれから東日本大震災とかね、こういったものを私たちは経験して例えば私は広島ですから西日本集中豪雨災害とかねああいったものを経験するわけなんですよ。その経験から何を学ぶかそしてどんなことを準備するかそれができているかなってことで私は毎月の所得の 1% をそういったね災害自助復旧費に充てればどうかなということを申し上げました。具体的には毎月の収入の中で自分の収入が20万だったら2000円を例えばペットボトルの水をね備蓄していくために使うとか非常食を貯めておくとかねそういったものをやっていけばいいんじゃないかなと思います。私が思うのは水、食料、電気この3つの確保が平時にできることなんではないかなと思います。もちろん大きな災害が来たらそんなものがあっても意味がないんじゃないかなっていうふうにして結局何もしないという判断もあるんですよ。でも私はですねできる限りのことをしてそして自分のためではなくてね自分のためだけではなくて、自分の周りに災害が起きてすごくね被災されて苦しい思いをされている方にもその自分の備蓄したものがシェアできるようにそしてひいてはですね私がしつこくこういうことによって近所の方も同じような準備をすることそして災害が起きた時にはその準備がしっかり備蓄があって自分のことを自分で面倒見れるようなね、そんな平時が作れないかなと思ってるわけなんですよね。引き続き災害に対しては本当にいつ起きるか分かりませんし大自然の力っていうのは我々がね抵抗しがたい大きな力でございます。本当に神の息吹みたいなもんですから警戒と準備を怠らないようにしていこうかと思います。過去に起きた災害から何を学んでいるのかどんな準備をするべきかなのかもう一回確認するべきかなというふうに思っております。はい、それではですね今後の予定ですけどもまず1点目なんですけどもすでにお申し込みがありました。京都の風水鑑定士であり一級建築士であります天野千恵里先生のこれ風水鑑定の依頼を受け付けております。速稼塾の方も優先的にですねご案内するということなんでこの放送をご覧の方ぜひね天野千恵里さん昼なんですね登場した姿で凛々しかったですね、お申し込みいただければと思います。私の方に連絡いただければおつなぎいたします。はい、次なんですけども、7月に入りますけども7月に入ってまず1つ目は22日に2034フェスという車の祭典がございます。これは主催を私といつものね吉谷拓郎さんと2人で組んでまいりますので吉谷さんの R34 というねスカイライン希少車でございます。今はもう1000万円ぐらいしないと手に入らないんじゃないかなと思われますけどもその日産のスカイライン R34 と私のうすうす感づいている方いらっしゃると思いますけども私の希少車これも希少車でございます。こちらの方を合わせて小さいところからスタートです。場所は宝塚北インサービスエリアですね。こちらの方で適当に2台が並んでますんでそこで、まあ、会える方は会いたいなというところでございますね。大したイベントではありませんけども大きなイベントの第一歩でございます。はい、次なんですけども7月28日から、はい、インドネシアバリ島の方に旅立ってまいります。速稼塾恒例ですよね。こちらの、まあ、リゾートツアープラスインドネシア銀行を作りましょうって話ですよね。金利 7% の銀行口座を作ってそこにお金をどんどん入れていって、本当にねハッピーライフを迎えましょうってことでございます。こちら現地通貨のルピアが対日本円に対してどんどん強さを増しているってことも注目のポイントです。このインドネシアの銀行っていうのは短くても10年後の現金を使うため
30年後の大きな資産に育てるために考えていただければと思います。1年2年で利益を取って決済みたいな、こんな話じゃありません。私の場合は30年後から使うお金を今からインドネシアのバリ島の銀行に入れておくって感覚でございます。30年するとですね、超インフレがバリ島に入ることが予想されます。そして経済復興、株価の上昇、いろんなことをね交えてですね、そこに預けた100万円が1億円ぐらいになるんじゃないかなと、100倍ぐらいに伸びるんじゃないかなっていうふうにワクワクしながら私は一人で想像してるんですよね。もちろん100倍に伸びることを約束するものではありません。これは可能性の一部ですんで、日本で生まれた、余剰資金をね、ほら例のやつで生まれたでしょ、日本で生まれた余剰資金を向こうに預けておいて、こういうふうにマルチインベストメントね、この1本だけではなくて、そこで生まれた余剰資金をまた別の種類の余剰資金作成に使っていくってことによってポートフォリオを増やしていってはいかがでしょうか。まず一番最初はね、ポートフォリオって言っても1個からいくしかないんですよ。1個で増えて、増えた分をこっちのポートフォリオ2つになると、で2つで増えた分を今度は4つにしていくっていう形でね、どんどん増やしていただければと思います。それでは本日の放送は以上です。